はい、ガキの塩水崎です。今回は社員がですね、会社を辞めて起業したいと言ってきたんで、起業のやり方を教えてみたという話をしたいと思います。今日は別ゲスト、ひらりです。よろしくお願いします。独立したいよね。はい、そういう思いを持ってますね。じゃあね、今日は将来独立したいというひらり君が絶対成功してほしいなという思いがあって、今日これから独立したいとか起業したいという時にすごいいい情報じゃないかなと思いますので、ぜひ最後まで見ていただいて参考にしていただければ嬉しいです。じゃあまずちょっとシンプルに質問なんですけども、最初27歳で美咲さん起業されたと思うんですけど、日本人の平均年齢って大体43歳とかで起業するのが平均らしいんですけど、そこからいくとめちゃめちゃ若いって言うんですか。最初どういったところで苦労されたのか。独立した時に苦労したかどうかって話なんですけど、基本的にはしてない。まあ、ちょっと経緯を話すと、自分が会社を作ろうと思ったのは大学4回生の時、就職活動がきっかけだったんですけど、サラリーマンのイメージってあるじゃん。ネクタイつけてさ、満員電車に揺られてさ、すごくつまらなそうに会社に行くみたいなイメージがあるんだけど、それ嫌だなぁと。つまんないとか、退屈だとか、嫌なものっていうビジネスのイメージと、180度違う会社を作りたいなと思ったのが企業のきっかけ。いきなり明日から起業しろって言われてもさ、できないから、最初に飛び込んだのが人材コンサルだったりした。プロと出身の社長って多いんやった。まず、修行して、で、自分で起業するための力を身につけてから、自分が思う、これまでの内容の面白い会社作りをしようと思ったのが、きっかけ。独立したい人ってさ、結構変な人いるとか、自分らしく生きたいとか、まあ、やりたいことやりたい。大体、やめとけみたいな話になったりすると思うんだけど、全然していいと思うんだけど、その思いって止められんけど。ただ、まず、力をつけてから絶対独立したい。起業するまでにはね、絶対的に必要なものがあると思っていて、会社をやろうと思ったらさ、売り上げがいるわけよ。売り上げがないと食っていけんし、生活も成り立たないし。売り上げの立て方って大きく2つあると思っていて、営業で食うか、技術で食うかって、この2つがあるから、それはどっちかって前者で食ってる。営業っていうパターンで、大事な話する。昔はさ、売れたら経営は成り立つと思っててんけど、厳密に言ったら成り立つのは成り立つって営業さえできる。だってお金に困らないの。売り上げが上がるわけやけどさ、会社ってさ、作るのは簡単やけどさ、潰れるのも簡単やねん。起業してから会社が5年後続く割合って約 15%。さらに10年後に続いてる可能性って 6% じゃない。そういった意味で言ったら、もう10年経ったらほとんどの会社が潰れてるわけ。長期的なスパンで見た時に経営を続けようと思った場合には、営業以上にやっぱりどれだけ価値あるサービス提供できるかっていうのがめっちゃ大事だなっていうのをすごく思う。もう一言で言ったら、理念から生まれるのか。もっとわかりやすく言ったら、目的やん。何のためにあるのかっていうところから、サービスの価値の源泉になってるのかなと。すごい明確なビジョンとか、しっかりとしたプロダクトの事業設計とかっていうのができてないとダメかっていうと、決してそんなことない。正直やりながら考えて、大きな根っこを持ってた方がいい。じゃあ、企業の動機についてなんですけど、よくあるお金儲けがしたいっていうのと、社会貢献がしたい。どっちが先かとかって大事なポイントなのかなと思うんですけど、一般的にはお金が先っていうのは良くないみたいな言われてるんですけど、でも個人的にはそれでもいいんじゃないかなって思ったりもすることがあって、このあたりどういうふうに思われますか？ちょっとどっちでもいいと思う。やっぱ経営者はさ、格好つけたがりやからさ、みんな、いやもうお金じゃないんだと、理念を持って起業しなきゃダメだよって言うんだけども、そんなことないけどね。経営やる上ですごい何が大事かって言ったら、バランス感覚めっちゃ大事やねん。行くところと行かんところを判断できるかどうかってすごい大事。お金だけが目的になってしまうと結構きついな。経営ってファン作りやと思っててさ、どれだけ一緒にやりたいとか応援したいって思ってもらえるかってめちゃくちゃ大事。で、それによって人が入ってくるし、それによってファンが増えて商品が売れていくしみたいな。さっき言ったみたいに、じゃあお金だけが目的っていうところにしてしまうと、それってバレるからさ、じゃあそういう人たちについていきたくなるかっていうと、人もそうやしさ、お客さんもそれでならんから、お金を稼ぐこと自体は全然いいことだと思います。企業に向いてない人。企業に向いてない人はね、まず言ったことやれない人っていうのはもう論外ね。最後までやりきれる力があるかどうか、これ一つ目。愛される力、どれだけ人間関係を作れるかってめちゃくちゃ大事な能力やね。で、経営者に好かれて、経営者と時間をたくさん過ごして、いろんなものを盗んだ方がいい。待ってても絶対ダメやから、自分から作りに行かんと。だから誤解せんとってほしいのは、ごまをすれって話じゃないけど、学びに行くって。基本ね、経営者ってそういう人
を見てるとめっちゃ可愛いと思うからさ、絶対いろいろ教えてくれると思うんだから、そこから自分のこれやらなきゃいけないなとか、これはやったらダメだなっていう、こう引き出しをさどんどん増やしていくことが企業への近道じゃないかなと。経営者にね向いてないタイプ3つ目を言っておくと、これもお金に対してのバランス感覚もめちゃくちゃ大事かなと。自分の身の丈に合わないことをやり出すと絶対崩壊するから、逆にお金の使い方を節制できる経営者がかっこいいっていう感覚を持ってもいいかもしれない。だから俺はよう言うてんのはさ、俺絶対どんだけ稼いでもフェラーリには乗らないし、なんかめちゃくちゃ稼いでるけどめっちゃボロい車乗ってるみたいな社長の方が俺は好きやからさ、だから俺めっちゃボロい車乗ってんねんか、すぐ壊れる。それこだわり強いんだ、めちゃくちゃ。自分のポリシー哲学に沿ったお金の感覚っていうのは持ってた方がいいかなと。僕学生の時周り見ると、一緒に起業したいとか、起業したいとかって言ってる子がそれこそ50人とか100人ぐらいいた気がするんですよ。社会人今2年目になって、その子たちと、まあ、話する機会もあるんですけど、ほぼほぼが走るんですよ。 そこでこう自分の芯を持ち続ける意志の強さを作る原点みたいなのをやりたいなって。起業するって言ってもね、やっぱするする言ってるけど全然選手の方が多いじゃんね。俺の周りもそうよ。学生時代とか将来独立したいとか起業したいって言ってた子の中で実際に起業してる人たちって 5% もいないから、みんなどっかで諦めちゃうんだよ。もうね、これもう覚悟しかないよ。腹がくるだけ、絶対やるんだっていうのを決めて、でそれに向けて今この力を見つけなきゃいけないっていうところをやってるっていうのがちゃんとリンクしておけば、だってそれこそもさ、もう起業の準備や行動をその日まで続けていくっていう。起業するときに最初の新規立ち上げのメンバーって多分大事だと思うんです。もちろん一人で始めるものなんですけど、後から加わってくる人たちはいるじゃないですか。その選ぶ基準で西崎さんの中ではどういう基準を持たれてたのか。経営する上で、まあ、採用っていうのを切っても切り離せないから、起業した当時の一番最初の立ち上げに誰とやるかってめっちゃ大事。その中で言ったらね、でも技術以上に思いすごい大事かな。こういう会社作りをしたいって思いにどれだけ共感してくれたか、そこに向かって一緒にどれだけ本気でやってくれて、結局やっぱり、ね、トップは一人じゃないと絶対に会社が分かれるなっていうのは、これは僕の実態。誰かと一緒に起業するんであればしっかり序列は決めといた。特に新入とかでやるとなんで良くないって言われるかっていうと、序列がないから、最初の何年間とかいいと思うんだけど、会社が軌道に乗ってね、人数が増えてきて売り上げが上がってっていう風に順調になるほどこの分かれ道が出てくる。もしその懐かしいことをやるとしても、しっかりとどっちが社長でどっちが意思決定するかっていうのは必ず決めておいた。まあ、あと30年ぐらいこれが起こってそう、ね、あと1年か2年ね、これも割れて本当にいい会社をね自分で作ってもらえたら、でそれがね、コモローゲート出身のスタッフっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。そこに向かってお疲れした。ありがとうございました。